あのもうタイトル回収なんですけど、あのコメントですでに書かれてるんですけど、えー、と今日のタイトルがあの、経済に甲子園はなくメジャーリーグだけっていうタイトルにしたんですけど、あのコメントで、あのえー、プロもアーマーも同じところで戦わなきゃいけないし、年齢も関係ないって言いたいのねっていう、あのまあ普通にこう答え書か,かれてたっていう、そういう感じです。はい なので、あの、こう、割と経済がもう世界と繋がってるし、で、その世界中の人たちが、あの、まあ、そのなんか貿易だったりも含めて、あの、同じような商品を作って同じようにこう、ライバルとして戦ってたりするので、なので、あの、なんかこう、アマチュア的な余裕のある状況っていうのはなかなかないってい話を。 で、あの、たまにあの、経済で、こう、なんか、MMT 理論っていう、なんか、あの、日本はいくらでも円を吸っていいんだっていう人たちがいて、で、あの人たち頭悪いよねっていうので、僕ちょっとや言ってたりするんですけど、で、まあ、なんでダメ、その、要はあの、日本円を吸りまくるとまずいのかっていうと、あの、今、日本銀行が、 あの、長期金利、えとね、その国債っていう、あの、国にお金を貸すことで、で、あの、利子をもらうっていう、あの、長期国債っていうのがあるんですけど、で、あの、ま、お金をこう、10年間ぐらい貸しといて、帰ってくると、金にま、利子がつくよねっていうので、で、今、あの、利子がちょっとずつ上がり始めててで、で、2.5%になったんですよ。 で、2.5%以上の長期国債が市場に出た場合は、日銀が全部買うっていうのをやってるんですよ。 要は、その、あの、そろそろ日本、その、あの、アメリカとかも、あの、利率が上がってきてるので、じゃあ、その、長期の、あの、あの、利子の利率っていうのも、あの、上がるよね、あ、0.25%すいません。っていうのが上がるよね、って言ってるところで、で、まあ、日本も合わせて上がるんじゃないのっていうので、上げようとすると、上がったやつは全部日本銀行が買うっていうのをやってて、で、まあ、あの、ネオペってやつなんですけど、それあの、めちゃめちゃ日本円今、まあ、すりまくってるのと同じ状態なんですよね。要はもう、国債が市場にその0.25%出たら、もう全部日本円、 まあ吸って買うぜっていう状態で、でこれをやるとどうなるかっていうと、まああの日本円の利子が上がらないと、でドルだったりユーロだったりすると、まあ、利子がもらえるのに日本円だと利子がつかないよねっていうのと、でまああの日本円バンバン吸ってるっていうのがあって、日本円持ってても得しないんじゃないっていうのが割と。 海外の人も日本の人も思い始めていて、で、じゃあ日本円を売って、ドルとかユーロとか、他の外貨を買って、そこで、じゃあ、あの、貯金した方が得だよねっていうのがあって、今、1ヶ月前ぐらいから、1ヶ月前がちょうど114円とかだったんです一1ドル114円だったんですけど、要はアメリカ人に1ドルくれよって言うと、じゃあ114円なって言われて、114円払うと1ドルくれたんですけど、最近だと126円渡さないと1ドルくれないっていう。 なのでもう10%ぐらい、あの、ドルが値上がりしたし、まあ、円が安くなってるんですよ。で、その要は、円をするとどうなるかっていうと、まあ、その円がもう膨大になってくると、他の国の人が欲しくないから、じゃあ別にもう円いらねえよ。なので円安になるっていう、今の状況が、まあ、あの、割とその円をすりまくった時どうなるかっていうのに近い状況だったりするんですよね。で、あの、昔の日本の場合って、その、円安にした場合、まあ、例えばじゃあその、 えっと、114円から126円だったってことは、その、ドルを持ってる人にとってみると、日本の物価が10%安くなったってことなんですよ。いその、もともとだったら、その、なんかあの、1ドル払って、じゃあ1ドル払ったら110円しかもらえなかったのが、アメリカ人にとってみると、今1ドル払うと、126円ももらえると。なので、あの、ちょっと前まで円安になった時って、日本の株価が上がってたんですよ。 要するにその通貨がどうであれ、トヨタとかいい会社っていうのが、いつもより安く買えるじゃんってことになるんですよ。円安になると。円安ドル高になると、あ、じゃあトヨタがいつもより10%安いじゃん。なので、じゃあトヨタの株買おうっていうので、割とその円安が続く場合って株価が上がってくるっていうのが昔前提としてあったんですよね。そのアベノミクスの時代とかに。ところがどっこい、ここ1ヶ月、あの、円安になったものの株価あんま上がってないんですよね。 要するにそのドルから見た場合に日本の株はすごくお買い得になってるんですよ。今そのトヨタ自動車がやってる仕事とかは全然変わってないわけですよね。今まで通り仕事して車を売ってて。でもなんかあのドル換算すると10%安いからお得じゃんっていうはずなんですけど、なぜかアメリカ人がうんもういらねえトヨタの会社の株とかっていうので、でまあトヨタだけが人気代になるんですけど、その日経平均株価でも上がってないんですよ。要は日本中の会社を 買う必要がないと海外の人、日本人も思ってるんですよ。 あの、日本株買ってる人って、あの、半分は日本人なので、なのでじゃあ、なんで日本人が、あの、日本株買わないかっていうと、それはアメリカの株買った方が成長するよねっていう、まあ、ごく当たり前の理由になるんですけど、だから、あの、最近だと、そのなんか、あの、株取引始めたいんですけど、みたいな、あの、なんか、説明とかってページって、ま必ずその全世界インデックス買おうぜとか、その、SP500 って言われる、まあ、あの、日本でいう日経平均株価連動みたいな感じの、そのアメリカの株価に連動した、あの、 指数連動型の,あのまあ証券あのえっと投資信託を買った方がいいよねみたいなのでその日本の株買うよりアメリカの株買った方が得だよねとか全世界の株買った方が得だよねっていうのがもう当たり前に言われてる状態でなのでその金融庁とかも日本人投資した方がいいよって言うんですけどじゃあその投資しようって言ったお金がどこに行くかっていうと大体海外に行ってるんですよ なので、その金融庁がみんな投資しようぜって言って、じゃあ、ジュニア・ニーサですとかっていうので、その子供たちがじゃあ、投資始めますって時に、まあ、とりあえずじゃあ、アメリカに投資するかっていうので、大体の人みんなアメリカに投資しちゃってるんですよ。っていうのがあるので、で、まあ、タイトルに戻るんですけど、なので、お金儲けをしようって思った場合に、結局、その、日本に投資したい方が得だよねっていうのが、まあ、世界中の人も分かっちゃってるんですよ。 で、子供も大人も同じように、じゃあ投資して儲けようと思うと、あの、ま、子供でも大人でもまずお金お金なんで誰の金でもね。なので、それだったら儲かるところに投資するよねってなって、で、その子供でも儲かるところ投資するし、大人でも儲かるところに投資するしっていうので、なので、あの、いくら頑張っても日本全体難しいよねっていう、あの、どうしようもない話でスタートです。はい。 で、あの、まあ、例えばじゃあその仮想通貨周りのとかでも別にじゃあ大人のすごい一生懸命お金貯めた人の買ったビットコインと子供がなんとなくお小遣いで買ったビットコインで価値はどうですかっていうと一緒なんですよね。なのでその子供だろうと大人だろうとそれがじゃあ日本人だろうと中国人だろうとウクライナ人だろうとその誰がやろうと経済行為っていうのは全てあの結果としては数字でしかないっていう。 なので、あの、まあ、世界の経済がどう動いてるのかっていうのをちゃんと把握して、で、それに対して投資をしないと、まあ、損するよねっていうのなんですけど、割とでも日本の場合はその、なんか、日本の中だけで物事が動いてるというふうに思いがちな人が多いんですよね。その、あの、MMT 的な日本 s 3まくねばいいじゃんみたいな人とかも、まあ、その要は、 日本はなんかあの物とかい,いなんか野菜とか米とかいっぱい作ってるから、日本だけで経済回るんだって思い込んじゃってるんだと思うんですけど、こんな感じで割とあのすぐ円安になると石油とか高くなって電気代高くなって大変だよね、みたいなところで。え、今広い気見したら生放送してたのかよ。論破王を何分見逃したえっと、大して見逃してないですね。あとあの、僕なんで論破王って呼ばれるのか今だにわかんないんですよね。あの、自分から僕論破王って言ったこと一度もないんですよ。はい。 というわけであのスパチを言いますけどもえー、こんばんはこんばんはクイズ大好きタッカーシーカニからの問題ですえー、ある国では国民が男子を望んだ国男が生まれるまで子供を産まないといけないという法律ができました結果として全ての方に男子がいるわけですが果たしてその国は女より男が多くなったでしょうか、えー、ならない理由も含めてお願いします えっと、最初の子が男だった場合に、まあそれで終わりになるかどうかなんですけど、その子供を二人目産むかどうかっていうのが、まだここの文章だけだと未確定なんですよね。 要は、日本と場合だと、あの子供一1人しか産まないよねっていう家庭が多いので、じゃあ最初の男の子が生まれた場合に、じゃあそれでもう打ち止め、で、女の子が生まれて次男の子だった場合は、じゃあ打ち止めみたいな感じで、割とその少なくなる可能性が高いんですが、ある国の場合に、子供何人産むかどうかっていうのが決まってないので、なので、子供が生まれるまで、男の子が生まれるまでいっぱい産まなきゃいけないとしても、じゃあ例えば中東とかみたいに、1家族で10人産みますとかになると、別に男女比変わんないと思うんですよ。 なので、その、ある国っていうところが、あの、その、出生率どれくらいとか、あの、一家族に対しての子供の人数どれくらいかっていうのによるんじゃないかなと思うんですけど、で、えっ、ー、と、ちょうどあの、日経テレ東っていうあの、YouTube 番組の予告編にあの、ビッグダディが出てたと思うんですけど、あの、ビッグダディさんっていう、えっ、ー、と、21人子供がいて、あの、ご 5, 5回奥さんを作って、7回離婚してるのかな っていいう方がいたんですけどあの子供を作る、まあ、例えばその子供一人が精一杯だよねとか、子供を作ると大学行かせなきゃいけないから大変だよねって言ってるようなやつは、子供なんか作んなくていいんだよって言ってて、で、僕、その意見聞いたこと今までなかったんですよ。あの、少子化どうしたらいいみたいな話って、なんかみんな思い思いのこと言うじゃないですか。なんか不妊治療やった方がいいとか、なんか子供産んだり1000万円産んだ方が、あのげた方がいいとかっていうので、 で、そのビッグダディが言ってたのって、結局その子供を産むと確実に生活レベルは下がるんですよ。子供に金もかかるし、時間もかけなきゃいけないし。なので、その金、その、ね、お金が足りなくなって生活レベルが下がるの嫌だよねとか、自分の自由が減ってしまってその、その子育てに使うのが嫌だよねとかって言うようなやつはもういいよ、子供育てなくて。そんなやつ別にもういらねえよ、そんな世代いらねえよって言ってるんですよ。ビッグダディは。 だ僕ね、これ結構正しいなと思ってて、あの、結局その、経済的に豊かじゃないと子供が産めないというのは、あの、幻想としてあるんですけど、あの、その、要は、経済的に豊かじゃないといけないんだって言ってる日本人と、じゃあ世界中でどういうレベルの人たちが子供を作ってるのかっていうと、あの、要はその、日本人で普通に稼いでる人以下のお金で、 働いて、で、子供を育ててる人の方が、世界人口70億の方では全然多いんですよ。だからその子供を育てる上で、その生活レベルが下がるとかって、いちいち気にしてる方が、実は世界の中でいくと頭がおかしいんですよ。もうそのなんか、子供できたよね。あ、よかったよね。なんか、じゃ食いぶち増えるよね。大変だよね。まあそんなもんでしょう。人類ってそうやって育ってきたんだからっていう話で、でも日本の場合って、割とその生活レベルが下がることっていうのが、 あの、まあ、良くないことで、で、生活レベルが下がるのが嫌だから子供を産まないというのも当然で、っていうのが、なんか、まことしやかな価値観になっちゃってるんで、で、そいつらの価値観を変えようとするのはもう無理だから、そいつらほっとけよっていう、もうそういう世代はそういう伝えて、もういいじゃん、いらねえよって言ってるのが、割とあの、新しい意見として確かに正しいなと思って、ちょっと面白いなと思いました。はい。その、 たまたまあのフランスのライターさんがあのフランスでのその政策であの育児論とか育児政策っていうのがなんでそのあの政治の政策の争いにならないかっていうのをなんか書いてたんですけど日本の場合ってその不妊治療菅さんがやりますって言ったら評価されたりとかそのなんか子供庁っていうのを作ったとかでその要はあの政治的に子供に対してこういうことをやりますよっていうとなんか評価されたりそれは良くないよねみたいなのが日本の場合あるんですけど フランスの場合は、その、子供を育てるというのは社会に必要だよね。未来のためには子供が必要だよねって当たり前の行為なので、それがじゃあもう社会党だろうと、そのあの、なんかあの、マクロンの党だろうと、どこの党が政権を取ったとしても、子供に関しての政策というのはちゃんと役所がきちんとやるべきで、そこを政策争いの場所にするべきじゃないよねっていうのが、割となんか浸透しているみたいな話があって、まあそっちの方が正しいよねっていうふうに僕は思ったりしました。 なので、菅首相もそこあ、菅元首相もそこまで考えて、子供庁を作ったのかもしれないですけど、子供庁がいつの間にか、あの、子供家族庁という名前になって、結局、あの、骨抜きになって何もしない組織になるんじゃないかなと思ってますけどえっ、ー、と、今コメントで、あの、フランスの場合は子供作らないと移民に乗っ取られるかな、みたいなこと書いてますけど、あの、多分、日本は今それ自民党がやろうとしてるんですよね。 あの、まあ、その日本の日本人がなるべく子供を作らないようにして、で、その社会保険費用だったりとか、奨学金だったりっていうので、若い人が借金抱えていて子供を作れないようにしていて、で、その代わりにあの外国人のあの労働者の人っていうのがあの技能実習生っていう名前で入りやすくして、で、その外国人をあのひたすら増やしていくっていうのを今にあの自民党が政策としてやってるんですよね。 あの、その日本、あの国籍は上げてないんですよ。要はその、フランスの場合って割と国籍もらえる移民っていうのがあるんですけど、日本の場合って国籍もらうのはすごく難しいんですけど、なので、あの外国人として国籍はないけど、日本にずっと住んでいますとか、永住権持ってますとか、っていう形で外国人を増やしてるっていうのなんですよね。なので結果としてその国民の中に外国人いっぱいいるよねっていうのを今自民党が進めてるっていう、そういう状態なので、なのであの外国人バンバン増やしてるっていう意味でいくと、 まあ、あの、自民党もそんなに変わんねいんじゃねえかなと思いますけど、ね、まあ、追い出せるかどうかっていうところによりますけど。えー、1年半前に勤務していた会社でパラハラ,ハラを受け、そのストレスから、えー、感染という皮うの病気になってしまいました。で、えー、薬代で毎月9000円ほどかかり、完治をしないと言われました。今からでも金をもぎ取ることはできますかうん、かなり難しいと思います。あの、ストレスで何らかしらありましたよね、とかで、 で、その、じゃあ、そのストレスが発生した原因として、じゃあ、これぐらいの超過勤務をしてましたとかであれば、まあ、あの、戦えるとは思うんですけど、実際、じゃあ、その、超過勤務のがありました。で、その結果と病気にどれだけの関連性がありますかっていうと、結構証明が難しいんですよね。なので、その残業代が、その、なんかあの残業が多かったですとか、払われてない残業代がありますとか、そういう証拠があるんだったら戦える可能性がありますけど、 その、何らかの病気になったときに、それがその、あの、会社の労働のせいですって証明するのが、なかなか難しいので、そういう意味では、あの、裁判に持ってけても、あの、勝つのは結構ハードルが高いので、弁護士さんに断れる可能性が高いんじゃないかなと思います。その、あの、違法残業をしまくりですみたいな証拠があれば、その、病気では別にその金を奪い取るというのは可能かもしれないので、そこら辺の証拠があるんだったら、ひとまず弁護士さんに相談してみるっていうのはありかなと思います。 え、こんばんは。以前、自家焙煎コーヒーについてアドバイスいただいてもねそうです。ありがとうございました。クラウドファンディングでアウトドアブレンドコーヒー、全国の現場に届けたいというプロジェクトを立ち上げ、昨日ですが終了まであと4日というところで、目標金額達成することができました。おめでとうございます。え、ちなみにショップの名前は e アイ e ンドカフコーヒーです。あの e です。はつけない方が良かったと思うんですよね。 多分あの、エコ的な意味でいいかもしれないんですけど、あの、日本語でいいって言っちゃうと、割とそのなんかインターネットとか、なんかそのエレクトリックっていう、そのなんかあの IT 系の感じがしちゃって、そのアウトドアが好きな人っていうのの、そのなんかあの、自然とかナチュラルとか、あの、スピリチュアルとかのイメージにはならない単語なので、まあもう、名前消しちゃったんでしょうがないと思うんですけど、僕だったら多分ちょっと違う名前つけるかなと思いました。はい、すいません。 えー、40代前半市役所職員で自殺未遂2回休職4回中で発達障害が悪化く先日の家庭内暴力過去も問題であたりで妻と子供が私の自治と避難中で児童相談所の調査が入り私は閉鎖病棟に今月まで入院。 職場からは肩た,たきされします前に相談したらまずうつ病を治すことを了解です今家族と職場を失う人生最大の危機うつの開館期間は4年弱あり治療プラス他のピンチ解復方法を最大に教えてください、えー、禁酒給食障害者手帳などお金をりますか実の両親は経済的によりまず肩た,たきをされているというのがあのマイナスのニュースだと捉えがちなんですけど実はプラスのニュースです 要するに、肩を叩いて、もうやめた方がいいんじゃないのやめてくれと言ってることは、逆に言うと、吉木さんがやめると言わない限り、その仕事はずっと続けられるということなんですよ。要は、本当にやめさせられる条件が整ってたら、肩叩きをするのではなく、はい、じゃああなたはもう仕事終わりです。懲戒免職ですって言って報告が来て終わりなんですよ。 でも、公務員で、懲戒免職にするだけの罪状がないわけですよ。いそのなんか、何か犯罪をしたとか、あの、横領したとか、やらかしたじゃなく、あくまで、病気で休職をした。で、仕事の性能があまり高くないというだけなので、クビにすることが不可能な状態なんですよ。なので、肩叩きをされてる限り、実は俺は絶対クビにならないって保証されてってことなんですよ。で、あの、精神が不安定な時に、経済的な余裕がなくなると、さらにきつくなるので、なので、あの、公務員は絶対やめないようにしてください。 で、あの、体がなんか悪いなと思ったらカウンセリング行って、で、働けませんという診断書をもらえばまた給食できるので、なので、あの、金もらいながらバンバン給食をするっていうのをずっとやって、とりあえずあの体調を良くしてください。あの、コメントであるけど、肩たたき券とは違うかな。はい。 で、あの、もう来なくていいっていうのを、あの、言われて、会社に行かなかった人の話っていうので、多分、えっと、もう来なくていい、社員、裁判、広行きとかで検索すれば多分動画が出ると思うんですけど、あの、前にその会社で、あの、もうお前明日から来なくていいよって上司に言われて、あ、わかりました、行きませんって言って、行かなかった人っていうのがいて、で、その人が、まあ、その、でも、行かなかったけど、その1ヶ月分ぐらい給料くれよっていう裁判を1年後ぐらいに起こしたんですよね。 あの、ちょっと教会もよう違いかもしれないんですけど、で、1年後に、じゃその、まあ、あの、会社辞めろって言われて、もう辞め、来なくなったんだから、1円も払う必要ないじゃんって会社を言っていて、で、まあ、その、1ヶ月間は辞めろって言われてもらえらずたから、1ヶ月くれよっていうのを、ま、訴えた側の人が言ったんですけど、1年後の裁判長が言ったのは、もう明日から来なくていいよと上司が言ったのは事実です。なので、社員はその命令に従って会社に行きませんでした。 ただ、辞職をするっていう意思表明は会社員はしていないので、今もあなたの会社をその人は辞めていません。なので、1年半分の給料を払ってくださいっていう判決が出たんですよ。っていうのがあるので、もう来なくていいは、実はすげえ美味しい言葉なんですよね。あ、マジで給料もらえるの行かなくていいのみたいな話なので、なので、もう来なくていいって言ったら、ありがとうございますでも辞めませんって言って、家でずっと給料もらえばいいんじゃないかなと思います。はい えー、ウクライナ問題大元さんがたくさんの著名人に罵倒されてますが、考えとしてはすべて間違っていると思いません。百、え、田、ー、なんとかさんグループの人たちは正義を振り返ざして気持ちよくなってるだけなのでしょうか。良きさんのご意見を聞かせてください、まあ。結局その何が正解で何が正しいかってすごく難しいんですよね。あのー、まあ今日たまたまあのウクライナのキュフにいるボグダーさんとお話をするって機会だったんで、今度テレビタックルで出ると思うんですけど。 あの、シリアっていう国が内戦になったんですよ。あの、アサド政権っていうところを倒すぜって言ってる反政権派と、アサド政権の兵隊がバンバン戦争をやってるうちに、そのうちなぜかその、あの、イスラム国 ISIL みたいな人たちも入ってきちゃって、で、じゃあそのアサド政権をなんとかしようぜっていうので、そのフランスとかアメリカが来たら、今度はそのアサド政権の方にロシアがついてるみたいなことになって、で、結局もうまだ内戦やってるんですよね。で、60万人ぐらいの人が亡くなってるんですよ。 で、もともとそのアサド政権潰した方がいいよねっていうので、あの結構その反政権派が強かったんですよね。なので前世紀だとそのシリアのあの政権側、アサド政権側ってもう領土があの30%、3割ぐらいしか残ってなくて7割が反政府側だったんですけど、今はあの逆に7割がアサド政権側になっちゃったんですよ。なので結果として、じゃあその十何年も内戦やってるけど、何も解決してなくて、 で、一般の民衆はもう60万人以上亡くなって、シリアの難民で400万人以上が、そのヨーロッパに流れたりっていうのがあったんですよね。なので、それって、今も終わってないんですよ。なので、もう今後じゃあどうやったら終わるのってわかんなくて、多分5年後も同じことやっちゃってるかもしれないですよね。で、そうすると、もう100万人ぐらい亡くなっちゃう戦争が続くっていう可能性もあって、 そういうのを考えたら、ある程度の犠牲をわきまえて、戦争を終結させるというのは、人間の命を大切にすると考えるのであれば、正しいよねというのも、理論的には合ってるんですよ。どっちが正しいとかではなくて、要はその、戦争が本当に終わって、人が死なないで終了ってなるならいいんですけど。でもそうでもないし、じゃあその、戦争をやめましたっていうので、戦争をやめた後、じゃあその人たちが死ないないかっていうと、 例えばあの昔、チベットっていう国があったんですよ。あの、チベットって今はその中国の一地域という形に一応国連でもなってるんですけど、もともとチベットは別の国だったんですよね。 で、あの、中国の共産党の軍隊がわーっと来て、で、いつの間にかそのなんかあの、その中国兵がいっぱい来て、で、そのなんかそこら辺のそのチベット政府の人たちとか追い出されたりして、で、ダライラマさんっていう、あの、一応そのチベット宗教のトップの人っていうのが亡命してっていう間に、もうチベット国ってな、チベットという国はなくなっちゃったんですよね。で、虐殺をされたりとか、そのハンガーストライキとかお坊さんとかいろいろやってるんですけど、結局じゃあその、 戦争をしないで、その、その、反抗しませんっていうのをした人たちどうなったかっていうと、そのお坊さんとかも虐殺されてしまったし、で、そこら辺のその元々チベットだった人っていうのも、まあ追い出されたりっていうので、で、その後、あの、ウイグル地区っていう、あの、イスラム教の人たちが多い、どちらかというと、あの、中央アジアの民族の人たちっていうのがいるんですけど、で、そこも一応、あの、国際法上は中国の地域ということになって、 で、そこの人たちっていうのも、なんか、何も悪さをしないのに、とりあえず刑務所に入れられて、なんか、あの、勉強教えてやるぜって言われて、勉強を教えるはずなのになぜか子供が産めなくなるような手術をされたりとか、なぜかレイプをされたりとか、なぜか強制労働をさせられたりっていうことになってるんですよ。なので、その、戦争をやめよう。戦争してると人が死ぬから良くないよね。じゃあ、戦争をやめました。 で、その後そこが安全に統治されて、そこに住んでた人たちが幸せに暮らせますかっていうと、中国統治の場合ではそうじゃなかったよねっていうのがすでに歴史上証明されてるんですよ。で、じゃあ、ロシアの場合が統治どうやったかっていうので、ももう昔そのスターリンっていう人がウクライナを、まあの、まあ、あの、ロシアの、ロシアとかソ連の一部にしましたと。で、その時にウクライナってめちゃめちゃ小麦いっぱい作れる国なんですけど、小麦作った小麦を作った端からバンバンかっぱらってたんですよね。 で、ウクライナの人たちが、そこで、そのもう、あの、食い物ねえからって、どんどん餓死してって、えー、200万人から300万人死んだって言われてるんですよ。えっ、ー、と、ポロモドールで検索すると出てくると思うんですけど、っていうのがあって、その、ロシア人が統治をしたら、じゃあそこは平和が訪れるのかと思ったら、めっちゃ虐殺されましたっていうのが過去にあるんですよね。 で、今回、その、ウクライナの首都のキーウの近くのブチャっていう街が、あの、ロシア軍に占領されて、で、ロシア軍を、じゃあ、追い返しましたって出てった後に、やっぱり民間人、あの、虐殺されてるし、その、あの、その、虐待もされて、その、なんか、あの、首切られたりとかっていう、明らかにこれ戦闘行為の結果じゃないよね、虐殺だよねっていう主体が出てたりするんですよ。なので、その、ロシア軍にその土地を任せたら、その、 人死人が少なくなるかというと、そうでもないっていうのはほぼ証明されてるんですよ。ただじゃあ戦争を続けたら、その、ほん、じゃあその幸せになるのかっていうと、シリアみたいに、その十何年戦争し続けて、結局戦争はなくてどんどん人が死んでいくっていうパターンもあるんで、その、どちらが正しいという話ではないと思うんですよね。うん、卵暴ではないな。はい。なので、その、 あの、要はその安全権でこうだああだって言ってるのは、その歴史上、まあ、どっちか言えばど、どっちかが正しいっていうことになるあの、何十年後になるかもしれないんですけど、今の段階ではどちらが正しいと断言するのって難しいと思うんですよ。で、ただ、どちらが正しいと断言するのは難しいんですけど、あの、そのどっちの方向のかが人が知らないかは。ただ、あの、ロシアが悪いか良いかって話は、僕、ロシア悪いで確定させるべきだと思ってるんですよ。要はその、 あの、まあ、他の国に侵略してって、バンバン人殺して、で、でもロシアにも言い分あるよね、とか、ウクライナ側にもやっぱり落ち度があったんじゃないの、とか、その、あの、ウクライナ側が何か悪いことをしたからこういうことになってるんじゃないか、ロシアがそんなにひどいことをするってことは、きっとウクライナも何か悪いことをしたんじゃないか、とかっていうふうに、その、 中立,のた中立の立場を取ろうとする人がいるんですよね。要は、ロシアが悪いのか、ウクライナが悪いのか、情報とかニュースが多すぎて、私はわかりません。だから、どっちが悪いとも言えませんって言ってるのって、その、僕は悪に加担してる行為だと思うんですよ。あのー、まあ、えっ、ー、と、その、ドイツがアウシュビッツっていう刑務所を作って、そこで、あの、ユダヤ人の人たちをバンバン殺してたんですけど、で、そこの、じゃあ、あの、 まあ、あのそのナチスドイツが終わった後にその西側の国の人たちが来てそこの近所に住んでたドイツ人に聞いたんですよお前らここで虐殺あっったたの絶対知ってたよねでもそこにいたドイツ人たちは「いや俺全然知らないそんなことあったって全く知らない俺知らないもん」っていうので知らなかったって言ってるんですよでもその毎日その何百人っていう人たちが来てであの人の死体を焼く煙は毎日ずっと上がってたらしいんですよね で、その、あの、その、あの、そのロそのアウシュビッツの刑務所の金網沿いとかにも、やっぱりその、ユダヤ人の人とかがいて、どういうことがあってっていう話とかを、外の人たちも言ってたりするんですよ。でも、それは、いやいや、知らない、知らない、見てない、見てない、わかんない、わかんないっていうので、彼らは逃げ切ったんですよ。 なのでその何か出来事が起きた時に、いや、よくわかんない、複雑だからわかんない、中立がいいよねとか、いや、私はどっちの立場にも立つべきじゃないと思うんです、みたいなことを言ってる人っていうのは、結局僕悪に加担してる側だと思うんですよね。 なので、その、見て見ぬふりをするということ自体も悪であるっていう価値観をちゃんと作った方がいいんじゃないかなぁと僕は思うんですよ。で、これって、あの、今は、日本は、ウクライナとロシアの問題に立ち入らない方がメリットがあるよね。だから、見て見ぬふりの方がいいよねっていうのを、短期的に言う人がいるんですけど、短期的には正解なんですよ。ただ、 あの多分時間の問題で中国が台湾を攻めてきてでその時尖閣諸島を取った時に他の国が「えそれ日本と中国の問題でしょ俺たち関係ないから」。 いやでも日本が責められるっていうのはやっぱり日本にもどっか落ち度があったんじゃないの中国を怒らせたんでしょそれはどっか日本が悪いことしたからこういうことになってんじゃないのっていうふうに他の国の人たちが言ったときも、あ、そうですよね。日本も殺されるべきですよね。って言って納得する人たちだったりと思うんですけど、まあ、結局その同じことが繰り返されるので、なのでその自分たちが直接関係なさそうな場所だったとしても、 その悪いことやってるっていうのがいたらそれ止めるべきだと思うんですよね。だからまあ、あのコメントでもいじめ問題と同じだよねって書いてるんですけど、その目の前でいじめがあった時にそれを通報しなかったとか止めなかった人もいじめをやってるのと僕はある程度同じような罪を負うべきなんじゃないかなと思うんですけど。はい。なんか話がなくなってすいません。 え先日、車の運転中に合流するところで譲り譲らないで、車から降りてきてドアので窓を叩かれました。えー、幼児二人に乗せて行ってたこともあり、トラウマになってしまい、1ヶ月ほど運転できなくなりました。後から事故があったとでっち上げられたりだとか、業者だったので会社組みで何かされないか、住所がバレないかなと不安ばかりで、ふさぎがしになってます。子供のために早く元気な母親に戻りたないです。えー、どうか私を安心する言葉をかけてください。えっと、ドライブレコーダーを買ってください。 あの、最近のだと前と後ろ両方取れるドライブレコーダーっていうのがあって、で、それで取ってると何か自分が違法行為をしてない、相手が違法行為をしたとか、っていうのは、あの、ドライブレコーダーさえあれば確実に裁判勝てるんですよ。なので、ドライブレコーダー買ってください。安いのだと多分、あの、前と後ろ両方つけるのでも、8000円とか5000円ぐらいで買えるんじゃないですかね。なので、あの、あなたが必要なのは安心することではなく、ドライブレコーダーを買うことです。 要はその、じゃあ俺全然行けるぜ、安心だぜって言っても、ドライブレコーダーなしで、証人でっち上げられて、いや、この人からぶつかってきたんですよつって、周りも、あ、見ました、見ましたって言ったら、裁判負けるんですよ。なので、あの、ドライブレコーダー必須だと思ってください、車を運転する人は。世の中頭のおかしい人いっぱいいるので。あの、全然関係ないですけど、ドライブレコーダーに映ってた、あの、なんか車のフロントグラスに突っ込んでくる頭のおかしな人の動画っていうのが、何年か前にあったんですけど、あれすごいですよね。 なんか、あの、たまたまドライブレコーダーをつけてるおばちゃんの車に、なんかあの、ね、ボールペンでフロントガラスを割りに来る頭のおかしな人が、バババババって走ってこう、バーンってぶつかってくるっていう動画があって、もうあれドライブレコーダーがあったから、いや、頭のおかしな人ですねってなるんだけど、あれ警察が来たら下手したら、跳ねられてるとかになっちゃって、人身事故でお金払うみたいなこ、石だっけあれ。 とかになる可能性があるんですよね。だから、あの、本当ね、世の中って、頭のおかげな人がいるから、あの、ドライブレコーダーマジ必須です。結局その、車って、人間と車が何か事故がありましたって時、どんなに人間の過失が高いよねっていう時でも、基本1 0ロなんですよ。 ただ、あの、そのドライブレコーダーがあって、車が動いてなくて、石持った頭を逃した人が来たから、いやいや、これは頭を逃した人が悪いよねってなったんですけど、あれがドライブレコーダーなかったとしたら、いやいや、跳ねられたんですよって言われたら、すげえ額取られてると思うんですよ。なので、あの、車乗る方はドライブレコーダーは必須だと思います。あと、全然関係ないんですけど、 あの、今日たまたまあの、漫画編集者の、あの、宇宙兄弟とかの編集をやってる佐藤川さん、あ、佐藤島さんと、あの、ちょっとあの、メッセージのやり取りしたんですけど、で、なんかその佐藤島さんが今ね、YouTube の研究をいろいろしてるみたいで、あの、ドラゴン桜とかやってる人ね。で、その、あの、YouTuber の顔の分析をしたらしいんですよ。その、 まあ、あの、どういう表情をしているかっていうので、で、あの、里島さんが、その、YouTube 全体の中で、普通の顔をしているのと、笑顔の時と悲しい顔をしているのっていうので、で、割合で、いろんな、そのなんか研究する人が YouTuber 見たらしいんですけど、あの、僕が圧倒的に笑顔率高かったらしいんですよ。その、YouTuber って、あの、まあ、いろんな話題でいろんな話をするじゃないですか。 でなんかあの報告動画ですとかでなんか真面目な話で謝罪とかやるじゃないですか僕今まであの真面目な話で謝罪の動画って1回も上げたことがないんですよでさらに僕はあのさっきから人が死ぬ話とか事故の話をずっとしてるんですけど僕基本的にずっと笑顔で人が笑うあの死な話をするんですよね だから、あの、前、あの、メキシコでこういう虐殺があるよねっていうので、そうなんかあの、タイヤをくり巻いて火つけてみたいな話をしてたんですけど、とか、あの、なんか魔女狩りの裁判で火炙りってこうやってやるんだよねっていう多分切り抜き探せばあっと思うんですけど、あれ僕ずっと笑顔でヘラヘラしながら喋ってるんですよ。っていうのがあって、あの、僕、基本的に笑顔率が異常に高いっていうのが、なんかあの、一応数値で出てきて、あ、面白いっていうのになったんですけど、で、あの、その研究の、ちょっとまたもう一段階その研究の先があって、 あの僕と話をしている人対談をするとその人にも笑顔の割合が高くなるっていうデータが出てきたんですよ。そのあの日経テレ東っていう番組であの菅元首相とその僕とあの成田先生あのイエル大学の成田先生と話をするっていう動画があったんですけどあの菅元首相が動画で出てる時って基本的に大体無表情なんですよ。 で、ただ、笑いというのは、苦笑いも含むってなると、僕、結構その菅さんにひどいこと言ってるんですよね。あの、官房君つきいくらちょろまかしたのとか、あの、なんかあの、一緒に引退しちゃえばとかっていうので、結構ね、あの、菅首相が苦笑いをしてるシーンが多いんですよ。なので、その結果、菅首相が、その出てる動画が、僕と一緒にいると、笑顔率が高いんですよ。 で、あの、最近、立憲民主党のあの、泉代表っていう方とお話をしたんですけど、あの、話の内容は、基本的には、あの、めちゃめちゃ、あの、厳しい会話をしてるんですけど、あの、泉代表が、その、嫌なことを言われた時に、作り笑顔をするっていう、あの、顔の構造の持ち主で、結果としてあの動画、確かに、あの、笑顔の時間めっちゃ長いんですよ。 で、僕とその泉代表が、あの、県権か会をしてるときは、あの、成田さんがずっとニヤニヤしてるんですよ。っていうのがあって、その中あの、 YouTuber で成功する理由はどういうのみたいなのが、結構そのいろいろみんな議論するんですけど、あの、笑顔が多い方がいいっていうのは、確かにその人間としては納得しやすいんですよね。やっぱあのニコニコしてる人のほうが見やすいよねっていうんで。で、その結果として、その苦笑いをさせたりとか、相手が作り笑いをするようなやつとか、そのなんかひどい話、悲しい話でも笑顔で話すサイコパスが成功するっていう、あの本当にどうしようもない結論が出たっていうので、あの僕としてはちょっと面白かったです。はい。 なので、あの、YouTuber として成功したい方は、基本的に、あの、ひどい話を笑いながらするっていうのができるといいんじゃないかなと思います。 25歳、転職活動中の契約社員です。発達障害、適応障害持ちで人間関係の悩みを理由に転職を決意しました。仕事内容というより周りとの人間関係の悩みをされてます。人に見られていると仕事ができません。一人で仕事をするのが好きです。私に向いている仕事は何でしょうか営業に向いていると言われたこともありますが、プライベートの性格あイメージがあまりやりたくありません。えー、ブランクありますが、僕、産級を持っています。営業やってみてください。あの、何の仕事を向いているかわからないんだったら、いろんなことを試してみて、向いているものを探すが正解です。で、あの、なんとなく向いてなさそう とかっていうのはやめてください。まず、あの他人がこれ向いてるんじゃね。って言ったらやってみてください。でやってみて向いてない。誰だらこれ向いてないわ。次っていうので、そのやってもいないのに向いてないって決めつけると結構失敗すること多いんですよね。あの僕その人と喋る仕事がまあ,あ、世の中、そのメディアに出る場合はそういう面があるので、僕はその人と喋るのが得意で向いてるという風に誤解されるんですけど、僕他人と喋るの実は好きじゃないんですよね。 なんだ、あの、外出るのも好きじゃないし、基本ずっと家にいるし、そもそも人間付き合い好きじゃないんですよ。とはいえ、ただ、あの、その、人と喋ることが、あの、えっと、うまいか下手かで言うと、一般の人よりはうまいんですよ。なので、結果としてそういう仕事が来るんですけど、じゃあ、それが好きか向いてるかっていうと、別に向いてはいないんですよ。はい。っていう感じで、そう、多分、他の本人としては営業をあんまりやりたくないけど、周りが営業得意なんじゃねっていうのって、やってみると結構稼げる場合もありますよ。はい。 とはいえ、僕別にあの、喋る仕事しても全然稼げないんで、むしろ喋る仕事やめた方が稼げると思うんですよね。えー、こんデュラ,ララチャットで地獄の悩み相談部屋の主をしています。チャット文面で人の悩みを解決するコツを思いつきましたら教えていただけると嬉しいです。別にコツも何も相手が喜ぶことを書けばいいんじゃないですか。あの、悩みって大抵その解決しなくても相手が喜べばなんか良かったってなったりするんですよね。 あの、最近 TBS かなんかで、あの、架空請求業者となんかあの、僕が電話をするみたいな企画があって、で、それの収録があったやつが昨日放送されたんですけど、多分あの、架空請求業者広行きとかで検索すると出て,あのなんか出てくると思うんですけど、で、あれ僕すげえ苦手というか、あの、あ受けなきゃよかったって思いながらやってたんですよね。あの、その、 架空請求業者に電話がかかって会話が始まってるところだけを多分見たと思うんですけど、あの、30件ぐらい電話かけてるんですよ、あれ。で、ほとんどかかんないんですよ。要はその架空請求業者って、あの、失敗したらその電話番号捨てるんで、そのリストの最初のね、実は1回で収録を忘せたんですけど、2回収録やってるんですよ。なので背景実は違うんですよ。あの、今で撮った番とこの部屋で撮った番があって、普通は2日に分かれてて、もともと全然違う日に撮って、それで30件ぐらいかけて、 2件しかかかんなかったんですよね。で、2件だとさすがに取り出かないから厳しいよねっていうので、あの、誕生日のあの朝六時かなんかに起きて、8時か、朝八時かなんかに起きて2件目取ったみたいなので、だから収録の時間を押せると、多分初日3時間、次2時間とかで5時間ぐらいかかってるんですよ。 で、別に大したギャラじゃないんですよ。だって僕今喋ってるだけでなんか答えもしないスパチャが今バーって並んでるじゃないですか。で、多分あの、答えてないままこのスパチャどんどん消えていくと思うんですけど、このお金ここにあるじゃないですか。なんから、っていう額に考えると全然安いんですよ。だからあの、うわ、めんどくせえ、なんかやってもしょうがなかったなって思ったんですけど、とはいえ、あの、やったことによってその架空請求業者で話をするっていうので、ちょっと面白かったなっていう経験は残るんですよ。 なので、そのなんか、あの、まあまあまあ面白かったかなっていう結論になるんですけど、要はその、やったことがなくてめんどくさいなと思うので、普通だったらやらないことをやってみると、割とその面白い経験って手に入ったりするんですよね。でも、まあ、見た人も面白かったならそれでいいと思うんですけど、っていうのがあので、なんか自分が向いてなくしてめんどくさいなと思うので、やってみると、なんかその、そうでもない結果っていうのが手に入ったりするんじゃないかなと思います。はい。 え、車が好きだし、送迎しながらスケール制御を立てています。えー、この先自動運転が主流になります。しかしながら名前の人間が運転して付き添いしてほしいというニーズはなくならないと思い、えー、孤独じゃないように買い物から映画まで一緒にいてあげることで、飯も食べて食えて効果は成り立ってますが、愛想をつかされた終わりなので少し不安です。えー、ちなみに現金でもらってその半分を米国家のインデックスにぶち込んでます。優秀でしょうかもう全然あるじゃないですか。あの、職業的に運転手という職業で捉えてますけど、多分あの、実は秘書なんですよね、やってること、それ。 例えば買い物してきてとか、なんかじゃあ映画一緒に行ってとかっていうので、他のそのなんかあの家族とか友人に頼みづらいことも頼めるみたいなポジションの人っていうのを雇ってるっていう形なので、別に運転手じゃなくて普通に諸業っていうのをやってると思うので、なので、あの、同じような職業って世の中に、まあ、要はその要は金持ちで、割とただそのなんか家族とかそのなんか社員とかには頼みづらいことを運転手に頼むっていう人もいるので、 で、あの、浜高さんっていう昭和で結構有名な政治家の人がいたんですけど、浜高さんって、なんか、運転手だったんですよね、もともとなんか、偉い人の。で、運転手で、なんかいろんな情報を聞いて、その人当たりがいい間に、今、だんだんその政治的な力をつけてって、それなりに政治家になったっていう人だったりするので、なので、あの、運転手っていう職業のように見えるんですけど、実は秘書みたいな職、こと、仕事をやってるっていう人は、全然問題なく生活できるんじゃないかなと思いますけど。 えー、YouTube で美女のオナラ TV というチャンネルをやっています。美女のオナラ動画は YouTube の規制では OK なのですが、美女のオナラ動画だけではなかなか登録者が増えず、この先愛する最初を養える主人になるとは到底思いません。ユりょさんならうんこく以外でどんな動画の企画を考えますかえっと、あの、多分その動画のタイトルをちゃんとその、あの、有名人の名前にしとけばいいと思うんですよね。なんだっけヨネなんとかさんっていう、あの、モデルさん、タレントさんが、なんかあの、生放送、テレビの生放送中でけん屁こいたっていうので、 なんかあの、YouTube 探せば出てくると思うんですけど、あんな感じでその、有名人でヘオコいたみたいなやつが、その人の名前で検索すると引っかかるみたいな、そんな感じにしとくと、あの、まあ、検索で引っかかって再生数伸びるんじゃないですか。まあ、法的にありなのかどうかわかんないですけど、はい。 男性社員からボディタッチや盗撮などのセカラを受けていると、女性社員から告発を受けた個人事業主です。どのように処分するべきですかえっと、あの、まず、証拠があるかどうかを確認してみてください。で、もし証拠があるんだとすると、あなたが対応しなかった場合に、警察だったり労働基準監督署に行って、結果として対応しなければいけなくなると思うので、なので証拠があるかどうかを確認して、証拠があるんだったら厳密に対応した方がいいと思います。 えー、ひろゆきさんこんばんは、小6の男子を持つ母です。面談で息子がひろゆきさんの真似なのか論破することが目的になった話し合いの場で話し合いにならないと言われ、家でも指導をお願いしたいと思いました。どうしていいかわかりませんご意見お願いします。えっと、僕論破とかしないんで、なん、なんか言われても困るんですけど、あの、基本的には、その、あの、家、どういうことをやってるのかっていうのをちゃんと確認して、で、その、僕割と話し合いは実はちゃんとやってるんですよね。で、あの、頭の悪い人と話し合いをすると、その、えっと、要は、 相手の考えを汲み取ってくれないから話し合いができないっていうパターンの時代んですよ。例えばじゃあ僕は1たす1は2ですと言ってました。 で、相手の頭の悪い人が1たす1は3ですって言ってた場合いい、話し合いで相手に共感したり汲み取ったりとかってありえないじゃないですか。もう1たす1、3間違ってますよね。以外に言いようがないんですよ。ただ、頭の悪い人って、その1たす1は3っていう自分の気持ちが分かってもらえないから、この人は話が通じないみたいなことを言ったりするんですよ。っていうのがあって、なので、そもそも論頭の悪いやつが無理やりそれを押し通そうとしているだけのパターンっていうのであれば、それはあなたが間違ってますよね、で済むんですよ。 なので、その、えっと、息子さんがどういう話し合いをしていて、どういうことを言ったのか。で、その相手の人は何を主張したのかっていうのをちゃんと聞いて、それを聞いた上で、うん、それは息子の方が正しいよねってなるのか、息子が1たす1は3って言ってるのかっていうのを確認して、いやいや1、1たす1、3って間違ってるよっていうのをとうとうと教えればいいだけだと思います。 営業の仕事をしていて成績もいいのですが、好きな仕事ではないので、毎日ストレスが泣きそうです。得意なことであるのですが、やめた方がいいですかえっと、成績いいのであれば、もうちょっとあの、作業をサボって、成績普通ぐらいにして、負担のない形で稼ぐようにすればいいんじゃないかなと思います。多分その、あの、一生懸命頑張りすぎてるので、別に成績良くなくてもいいんですよ。あの、めちゃめちゃ成績が悪いとかでなければ首にならないので、なので手抜いてください。要は手を抜いたとしても、給料がちゃんともらえるって美味しいポジションになれるんじゃないかなと思います。 えっと、出産後の育休についてなんでます。フリーランスで月14日働いて月100万ほどの収入で、仕事にかかる毎月の運転資金は5万ほどです。雇用険に加入しているため、産後6ヶ月は育児休業給付で月30万、6ヶ月1年間月22万ほどの手当てがあります。子供といる時間を取るか、2週間働いて稼げるか、いつまで育児休暇を取るべきか悩んでます。えっ、ーえー、と、多分子供と一緒にいるというプランでとりあえずやってみて、で、あの、 産んで育てた後に、あ、これは結構サボれるなと。なので働いた方がいいなってなってから、あの、サボるか、その、あの、働き始めるっていうのにしてみてください。 あとは初めての子供だと思うので、どれぐらい大変かっていうのが分かってないんだと思うんですよね。で、あの人によって、あのすげえ子育て大変っていう人と、あ、全然楽っていう人がいるんですよ。その人によってって、その親側じゃなくて、あの子供の手間どわいだったりするんですよね。いや、その女の子の場合って、ほっといても何もしないんですけど、男の子の場合、まあ、その、その、その子にもいるんですけど、あの、こういうことが起こり得るとまずいよねと思うことはほぼ起こると思ってくださいっていうタイプの男の子もいるんですよ。 要はその、ボールがあります。窓ガラスがあります。で、まだボールを投げる能力はない。だから大丈夫だと思ってると、大体いつもにかボールを投げて窓ガラス割ってます。っていうタイプの子供と、あの、何にもしない子っていうのがいて、なのでその、親の大変さ、まあその親の体力の問題と、その子供の大変さって全然違うので、なのであの、やってみて、あ楽だわってなったら働けばいいし、あこいつやべえってなったら一生懸命働、あの、子育てにした方がいいんじゃないかなと思います 女の子をほっといてもろくなことはないですよ。まあまあ、女の子も大変なことは大変だと思うので。私 <laughs> は男女差がそういうのない場合があるので、なので、あの本当にその人によると思います、ね。えー、ひろゆきさんブーム下がってきた気がするけど、次の施策とかありますか ?YouTube 続けていくのでしょうかまあ別に下がっても全然問題ないので、僕はこれ本業ではないので、はい。でも、そんなに下がった実感ないんですよね。下がってんですかねあの、まあその、 えと前世紀のピークに比べたら下がってると思うんですけど、今どれぐらいなんだろうな。あのピークがね、確か3億再生ぐらいいったんですよね、月に。切り抜きが。で、今が2億2500万再生ぐらいなので、確かにピークに比べると3分の2ぐらいなんですけど、 ただ、ま、あの、月に2億再生切り抜きでゲーム回ってるので、別になんかそんなに収入的には問題ないんじゃないかなと思いますけど、はい。えー、ひろゆきさんは北欧、ヨーロッパで文化、気候、物価で見て住みやすそうな国はどこだと思いますかそれぞれ言語がたくさんあって事前に勉強するのが昔そうだと思ったんですが、あらかじめある程度話せるようにならないと生活するのは難しいですかちなみに東郷英語も喋れないんですが、先に英語の勉強をするべきでしょうかはい。 えっと僕、そのフランス語全くわからない状態であの来たんですけど、あの、本当に込み入った状態であれば英語を喋るっていうので、あの、本当に込み入った問題が解決する方法は持ってるんですよ。なので、その、片言のフランス語でもなんとかなって、別に何も困らないっていうのができるんですけど、本当にその、 えっと、英語も喋れないという状態で、込み入った問題があったとすると、多分誰かに頼らなきゃいけなくなっちゃうと思うんですよね。まあ、別にあの、友達がいるとかであれば全然いいと思うんですけど、まあ、そうじゃないんだったら英語ぐらいは喋れた方がいいんじゃないかなと思います。英語って簡単なんで。えっ、ー、と、1000万円を一括投資でナスダック100の、えっ、ー、と、さっきのあの、再生数ですよ、2億とか3億って。あの、円じゃないですよ。あの2、2億2、2億2000万再生月っていうことです。はい。 えー、1000万円を一括投資でナスダック100の投資信託もしくは ETF で投資し、その後は毎月5万ずつ積み立てようかと考えてるんですが、ひ威くさんなら手元に1000万円あったら一括投資と分散どちらにしますかまたどのようなポットブーにしますかちなみに20年、30年の長期投資でリスクを取っても減るようなものが希望です。えっ、ー、と、あの、た、たかが1000万だったら、あの、積み立て n さ s に800万円入れた方がいいと思います。以上です。あの、多分な、たまたま1000万円入ったから浮かれちゃってるんだと思うんですけど、 あの、大した額ではないんですよ。で、あの、NISA で儲かった場合って、税金かかんないんですよね。なので、あの、NISA の枠をフルで使った方がいいと思うんですけど、あの、まあ、僕、普通 NISA だと確か、えっと、600万が上限で、積み立て NISA だと800万円ぐらいが上限になるので、なので、積み立て NISA にすればいいんじゃないかなと思いますけど。で、なんか、あの、 えっと、リスクを取って増えるようなものとか希望とか、わかるんですよ。あの、基本、あの、株を買う人は多分100%増えるようなものが希望なんですよ。で、あの、素人はリスクを取ると大体損します。なので、あの、積み立ニーサみたいなので、あの、ETF みたいな、あの、基本そんなに損することがないよねっていうのでとりあえず800万突っ込んで、その後の200万をリスクがあって儲かるかもみたいなので、じゃあ Google とか Apple とかに突っ込んでみるといいんじゃないでしょうか。はい。 えー、ひろきさんこんばんは。33歳男フリーザーです。えー、私の戦闘力は53万ですが、ひろきさんの戦闘力はですかスカウターでも測定不可能です。気になりすぎて地球を征服できません。多分、10とかじゃないですかあれ、農民が8とか、なんか、あの、フォークを持った農民が8とかなんか、その程度だったと思うので、多分、それになんかちょっと一回に増えたぐらいじゃないですかね。 えー、職場に嫌味が大好きで仕事をサボるおつぼねがいます。その人が嫌すぎて休日も仕事のことを考えてしまうのですが、仕事以外でそのおつぼのことを考えないようにするのはどうすればいいでしょうかえっと、暇なんだと思いますよ。あの、僕、その基本毎日忙しいので、あの、その映画を見たりとかゲームをしたりとか、あの、本読んだりとかやるべきことがいっぱいあるので、最近あの、コウノドリのあの漫画を一巻からちょっと読み直したりするんですけど、なのでめっちゃ忙しいので、あの、なんか、その、 毎日楽しいことに僕は忙しいので、その、どうでもいいことのどうでもいい人のことを考える時間ってないんですよ。なので、なんか、そんなどうでもいい人のことを考えるのに自分の貴重な時間を使うのは、至ごくもったいないと思うので、あの、自分の好きなことをやればいいんじゃないかなと思います。 本人にその気が全くないのにモテまくる女の人の共通点って何かありますか人の話を聞く。姉がそのタイプで見た目が良いですが自分の時間がなくなるなら彼氏いらないと自分から恋愛をすることがありません。しかし一生から結構モテって本人は言われるまで傷がついてない時と分かってても興味がない時があるそうです。恋愛したい人が多いと思いますが、引き寄せる要素がもしあるとするならどうなると思いますかひろきさんの喧嘩を聞きしたいです。 えっと、多分その姉は美人なんだと思いますよ。あの、その、兄弟なので多分分からないだけで、あの、他人から見るとあの美人だから寄ってくる人が多いっていうだけだと思います。 えー、こんちゃ、老人生です。よくカフェで勉強するんですが最近テスト期間だからが高校生が多くいます。えー、真面目に勉強かと思いきや、イチャイチャしゃべるカップルや、大声でおしゃべり夢中になる JK など、もちろん勉強するためだけの場所ではないので分かってますが、もう少し静かにできないのかとイライラしています。イヤホンしたり席を変えたり、坂を越したんですが、それの時になってしまうので、どうにかかれない迷惑であるのを気づいてほしいです。ひろくさんどうしますかえっと、カフェで勉強しません。 <laughs> もうあと、あの、あなたはカフェで勉強したいのかもしれないですけど、あの、カフェって会話をするために行く人もいるんですよ。なので、あの、うるさいのが嫌であればカフェに行くべきではありません。以上です。はい。あの、予約とかだと自習用のカフェあの、なんか自習室みたいなのがあったりして、なので、あの、そういうあの、勉強用の場所ってあったりしますよ。まあ、時間によって図書館が閉まってるとかもしれないですけど。 あの、もしお金があるんだったら、あの、六本木ヒルズの図書館みたいな、あの、まあ、その、あの、まあ、えっ、ー、と、それなりにお金がかかるっぽいんですけど、その一応図書館で、あの、24時間かなんか夜中までやってるところとかあるので、なんかそういうところにお金払うといいんじゃないですか。まあ、ただ、あの、老人生ってことは受験長期戦なんで、家でやるっていうのにさっさと慣れた方がいいですよ。 あの、最終的にはその勉強時間は多ければ多い方でいいので、そのいちいちカフェに行くとか移動するとか、じゃあそこでなんかあの、周りのカップルがうるせえとかっていうのを気にして、なんかストレス溜めるっていう状態にすると、勉強時間どんどん短くなるんですよ。なので、家で勉強できるっていう体制を自分が作り上げるっていう方に、あの、時間だったり考え方だったり、その、考え方だったり環境だったりっていうのを積み上げた方が、大学の合格率上がるんじゃないでしょうか。 えー、教育実習で担当した女児に行為を持ち6年が経ちました。その女児は中3です。一昨年までは女児の地域にや学校の行事に参加し、実習終了後も元実習校で3年間勉強させていただきました。しかし最近コロナ禍でコンタクトが取れません。ひろきさんがこのやらせない思いどのように注意されますかお教授の方よろしくお願いします。えっと、その、えっと、今6年経ったってことは、えー、高3だから大学3年 で、その大学3年でその連絡が取れてるのであれば別にいいんですけど、その直接連絡を取っている感じではないってことなのかな、もう。なので、したらもうすでに振られたということだと思います。はい。残念ですけど、そんなもんです。はい。ではその、教育実習がどうこうとか関係なく、あの、付き合ってたら人は振られて別れることはあるよねって話だと思うんですよ。なので、あの、 コンタクト取る、その教育実習がどうたらっていうのは前置きにあるんですけど、そこはどうでもよくて、単に年下の女の子と付き合おうとして、まあ付き合ってはないんだけど、仲良くなりたいと思ったら、仲良くなれませんでしたっていうだけで、なので、まあしょうがないよねって話だと思います。なので、あの魅力的な男性になれるように頑張ってください。まあ金で買うっていう手もありますけどね。会ってくれたら1万円あげるよとか。えー、芝居だと人間の音楽によって言いますが、ユニットをやってますが、なかなか目が出ません。 えー、誰もしてないことをやろうと思い、柴犬との音楽活動を始めました。犬のあるあるを中心に7本のミュージックビデオがあり、グッズ販売、TikTok で歌ってみたと始めてますが、認知度が上がりません。ライブ活動も考えましたら、費用対効果を考えると選定を歌た方が多くあるのではないかと思ってます。えー、今度、今後 YouTube 選定やインフルエンサーの方々に依頼する予定ですが、他にどのようなことをすれば認知度アップになると思いますか無理じゃないですかね。 あの、そもそもそれなりにうまく回ってるものを、その宣伝活動して広げるっていうのはあれなんですけど、多分もうそんなに面白くないんだと思うんですよね。その音楽ユニットって言ってますけど、多分芝犬の方は、その楽器弾いたり歌ったりしてないんだと思うんですよ。なので単にあの、犬の動画であなたが歌ってますみたいな動画のチャンネルだと思うんですよね。想像でやってますけど。なので、その自分はその犬との音楽ユニットって珍しいから面白いんじゃねって思ってやってらっしゃると思うんですけど、 そのキャスクソンさんは。ただ、あの、単にそのなんか犬の動画を使って、あの音楽系 YouTuber をやってますというだけなので、目新しさがあんまりないというオチなんじゃないかなと思います。えー、下からも見れます。見てね、見てねお、おう。 えー、発達障害持ち、学習障害などもあり、興味のあるもの以外、全く頭に入らず、社会で生きていけない自分で都望しています。セルフネグレクト状態で、うつやパーソナリティ障害や、幼少期の虐待経験や、精神疾患だけではなく、身体障害もあり、家で座ってできる仕事と制限され、せっかくできた彼女にも家を出ていかれ、友達とのコミュニケーション能力もないためうまくいかず、人から嫌われることが似合ったように、とにかく人のなめで負のレーザーで死んでしまいと考えています。ルークさん何かアドバイスいただきたいです。別になんか、家で楽しくネットゲームとかすればいいんじゃないですか なんかあのリアルで人に会おうとか働こうとか思わなくていいんじゃないですかね、まあ、いろんなその障害があるのであればあの障害者年金で何とか食っていくとか生活保護で食っていくってことができると思うのでなので家でゴロゴロしながらネットゲーとかで友達作ってるんじゃないですか えー、現代はスマホ1つで PayPay 支払い、Uber で宅配、Amazon 即配等、かなりのことができますが、この AI 化による便益を考えると、サービスそのもののクオリティの上昇もありますが、人の非常に貴重な時間を ICT により非常に節約する側面がかなり強いと感じます。今後の信用においては、現存するものをクオリティを上げるか、ソフト開発にアイランドティー投資をして、余暇時間を増加させる生活に投資させるのか、どちらが成長率的に良いでしょうか。えっと、余暇時間を増やしたいと人は思ってないと思うんですよね。 要はその余暇時間を増やしたいのではなく、その余暇時間を効率的に使いたいために、ウーバーだったり、アマゾンだったりを使ってるんですよね。で、余暇時間を増やしたいのであれば、働かなければいいだけなんですよ。でも、あの、日本の多くの人って、あの、働かないと不安になるんですよね。例えばじゃあその、あの、なんか、えっ、ー、と、それなりにじゃあそのなんか3000万円ぐらい貯金がありますと。 で、あの、なんか、えっ、ー、と、利回りが、じゃあ、その、なんか、えっ、ー、と5、5%ぐらいで何とか回ってますってなると、年間に150万円入るんですよ。で、そうすると、あの、なんか、家賃3万円とか4万円とかの地方で暮らしおくと、1五十万だから、あと、6万円ぐらいで月暮らせばいいだけなので、そうすると結構暮らせるよねってなるんですけど、ほとんどの人ってそれやらないんですよね。なんか、あの、怖いからちゃんと働いて、毎月毎月給料もらわなきゃ、みたいな。 で、日本の場合って別にあの、働けなかったら生活保護もらえますっていうコースもあるので、そうすると別にあの、食いっぱがれること一切ないんですよ。でもそれやらないんですよね。なので、あの、余暇時間を増やしたいと思ってる人ってあんまりいなくて、その、あの、働いてお金が欲しいですと。で、その少ない余暇時間をいかに効率的にやるために、今日はじゃあ料理とかしないで、なんかあの、ウーバーイーツで物を頼んで食うみたいな。 っていうのがあるので、その本来余暇時間を増やすのであれば働かない一択なんですけど、働きたいっていうのが日本人にはあるんじゃないかなと思います。 えー、転職の相談です。4月に公務員から転職しました。条件はいいのですが、人間関係などから辞めたいです。辞めるまで住んでいった島に戻りたいと思ってます。仕事がないので、転職に戻るか、企業がした代行業務など起用するかは二択だと思ってます。今なら、創業などを独占できる事業が結構あるので、将来的にそれらの資格をしてしようと思ってます。31歳、貯金100万独身ですが、退職しない方が良いと思いますか企業の方が良いバードバイスをください。 えっと、その、葬儀屋が独占できるのであれば、島の人口を考えて、大体その、なんか、何人ぐらい年間に死ぬかなって計算すればわかるので、ま、もしくはその、役所とかに行って、毎年その人口の増減見れば、ま、あの、30人ぐらい死ぬんだったら、月に3人死ぬから、じゃあ、あの、1人当たり10万円ずつもらえると30万円の売り上げだから、ま、あの、利益率50%だったら15%だから、ま、暮らせよね、みたいな、っていう計算ができるんだったら、今すぐ葬儀屋になっちゃってもいいんじゃないかなと思います。 ASD の19歳です。自分はスーパーで開店前の品出しのバイトをしているが、先輩との人間関係で悩んでいる。具体的には品出しで空になった段ボールをまとめずに放置していたことに対して、先輩が腹を立てて怒鳴りながらその空棒を受け飛ばしたでした。その先輩とは週3日1日3時間が自分は怒鳴られるのが苦手でバイトがない時間でも、明日はあの先輩と戦がなければならないのかなどと考えが不安になる。そこで従業員と接点の少ない他のバイトを教えていただきたい。 えっとですね、あの、基本的にはスキルがなくて若いと、あの、体力自慢な人たちが働いている職場ぐらいしか務められません。 要はそのデスクワークを頼めないだとすると、あの現場仕事になるじゃないですか。で、あの先輩っていう人って多分その現場仕事を3年4年とかやってる人だと思うんですよね。で、あの、それなりに知能が高い人とかであれば、デスクワークが、ま、に行った方がいいと思うんですけど、そのスーパーのアルバイトみたいなことを何年もずっとやり続けちゃうタイプの人であれば、その理性がそんなに強い可能性は低いんですよね。 要はその、あの、スーパーの正社員とかであればいいんですけど、そのなんかあの、バイトリーダーみたいな人を、そのなんか20過ぎてずっとやってる人って、やっぱり何らかしらのその、能力値に欠けてる人が多いと思うんですよ。まあそうじゃなかったら普通に正社員になってると思うし、そもそも要はその、段ボールを蹴って、あの、バイトさんに嫌な思いをさせるっていうのってマイナスなんですよ。 今時、あの、その若い人の肉体労働をやる人って結構少ないので、なので、あの、コンビニとかって、あの、結構人手足りないよねって言ったりするんですけど、でもなんかその段ボール蹴る必要ないのに段ボールを蹴っちゃうような人がずっと居続けてしまうということであれば、多分そんな人がでも働かないとやってけないような状態だと思うので、なので早めにその体力仕事ではなく頭を使ったりデスクワークの仕事に移るようにした方がいいと思うので、簿記の勉強とかしてみてください。 えー、初めての質問失礼します。現在中学3年の受験生です。勉強はそれなりにして偏差値65割。この前に一生僕3級を取って現在2級の勉強してます。えー、人生経験的にこの前役に立つ過去を取って安定したところに就職するのがいいと思ってるんですが、早く社会からリタイアをしたいため、なるべくお金を貯めたいと思ってます。過去5000万から8000万くらいあればいいかなと思ってます。何かいい方法があれば、給与したいのでしょうか えっと、中3の時点でもう、募金、えっ、ー、と、に、3級を取ってて、偏差値60があるのであれば、募金よりも多分、あの、いい大学に入る勉強をした方が、あの、効率いいと思います。で、あの、それなりに有名な大学とか入って、あの、それなりにいい企業に入ると、あの、その募金資格を使うよりも,もっといい給料がもらえたりするので、あの、いい大学に入るための受験勉強をした方がいいんじゃないかなと思います。 で、まあちょっと中3だと遅いかもしんないですけど、その、あの、大学の系列に入れるような、慶応とかみたいなところとか、あの、早稲田とかのところに入れると、割とそのまま、あの、有名大学の卒業資格も延退も同然になったりするので、なので、あの、受験勉強が頑張る方がいいんじゃないかなと思いますけども。えっ、ー、と、水曜どうでしょうね。すみません。す 一応 HTML、CSS、JavaScript でのコーディングはできます。ポートフォリオを失礼します。これは2日かからないくらいで作ったのですが、結局のところこの速度だと仕事ができないと言われ、さらに絶望しています。サーバーサイドは Python で Web スクリーピングができるくらいです。全く応募性違いますが、一番得意なのはオ響キョミックスです。こちらも仕事がないため、月に10万稼ぐのが限界です。何か成果を残して彼女とまた住めるようになりませんでしょうかえっと、これ何かの質問の2個目なのかな <laughs> すみません。あの、これ、順番ぐちゃぐちゃなので、いきなりこうなんか、あの、続編を言われても、前の質問が何なのかわかんないんですけど、で、ただ、えっと、それだけで食えるかっていうと厳しいと思うんですよね。で、えっと、ただ、あの、10万稼ぐの限界っていうのは、フリーランス的にやってるのかもしれないですけども、普通にあの、東京とか大阪とかで、あの、ウェブ会社に就職すれば、 あの、ま、その HTML 多少できますってだけで全然就職できるので、なんでそれで給料もらえばいいんじゃないでしょうか。ちょっと前の質問がわかんないので、あの、ずれてたらすいません、えー。昨年教員をやっていた父がめでたく退職したのですが、退職してから毎晩ミトコ門の再放送を見ています。僕としては廊下がやまりそうな気がするので、毎晩ミトコ門を見るのはやめてほしいのですが、どう父を説得すればいいんでしょうか。えっと、ミトコ門を見る代わりに何をしてほしいのかちゃんと伝えてください。あの、やることなくて暇なんだと思うんですよね。 なので、あの、それより面白いことっていうのが教えてられたらやってくれるかもしれないので、なので、なんかペットを飼うとか結構良かったりするらしいですよ。要は、あの、犬飼ったりすると、あの、毎日散歩に行かなきゃいけないので、で、その散歩に朝、なんか夕方行くっていう、それ一応生活パターンで、で、それも一応、あの、運動もしなきゃいけないんで、散歩っていう形で。なので、あの、高齢の暇な人は小型犬とかを飼うといいというのを着ますけど、はい。なので、あの、役所とかに行って保護犬を探してみるといいんじゃないでしょうか。 え19歳男工業高校卒手取り18万財閥系科学工場就職今日寝坊していいわけにバッテリーが上がってジャホを読んだがヒューズの線も切れて交換するのに時間がか,かるといい偽の見積もり書を作り先輩に送った、えー、8回目の寝坊で嘘なのは確実にバレてると思う、えー、遅刻やは学生の時に直らないし会社勤めは向いてないのではと思い始めた冷や,やかな目で見られるのが嫌なので職場には行きたくないが給料は良いと、えー、仕事は楽でできればやめたくない、えー、学生時代物販で月10万稼いだので個人で稼げるならそれでもいいと思ってる会社辞めてもいいと思いますか えっと、その学生時代の物販と同じことやって、で、それで、あの、また10万稼げるんだったら、もうそっちに注力しちゃった方がいいと思います。あの、今のところまだ給料もらえてる段階なので、なので、あの、副業っていう形である程度やってみて、また同じようにお金が稼げるのかどうか確認した方がいいんじゃないかなと。 えっと、消えてしまったので、金額変えてサイト稿します。スイスのチューリッヒが平均年収220、ん ?2 万2、ん ?22 万ドルって海外サイトに載ってましたが、本当ですか実際どうか分からないので、フランス在住のヘルクさんに聞きました。えっと、チューリッヒだとあの、バーガーキングの時給が確か2500円、2700円か。あの、最低時給が確か2200円とかなんですよね。 なので、あの、それなりにその、あの、まあ、あの、チューリヒっていう、それの有名な生命保険会社で、で、そこのヘッドコーターであれば、それ、あの、2000万円ぐらい年収いくのは普通なのかなと思いますけど。ではその、あの、ファーストフードの人ですら、その時給が2500円とかもらえるので、そうすると、日本で年収1000万の感覚の仕事が、スイスだと時給、あの、その年収2000万とかっていう倍になるっていうだけなので、なので、別になんか、そんなに驚くことじゃないんじゃないかなと思います。 え、山会さん、えー、バレーを広める、バレーを広める、バレーを広める。おお、<laughs> だからそれ、それを書くために5000円払われてありがとうございます。 えー、26歳男性です。20歳から社会人として働く人います。バカなので大金が欲しいと思い、毎年宝くじを2万円分ほど買って夢を見てました。3年前に正確には言いませんが、サカラリーマンの障害年収って言われる額に当選しました。お、おめでとうございます。えー、まん、あ、まな金額が手元に来て、自慢殺処にしたことが奨学金の返済でした。それ以降大きな買い物をすることなく、今でもほとんど残ってます。生活も会社の給料内でもおさとなっしゃったのます。このまま天然まであったら、下手直金の宝くじ当選金の残りで過ごせますよね。あ、全然問題ないと思います。 あの下手にお金を使わないあのでこう暮らせるっていう癖をそのまま維持続けると幸せに暮らせるんじゃないかなと思いますナナ、えー、ちゃんお休みって言ってくださいおやすみなさい え、都内在住ブラック企業勤めの者のです。金融系業職で社内トップの営業を上げてるのですが、上司が私の営業成績に一気移住します。今月は成績が低調のせいか、経験が少ない中途社員と一緒に2人で商談行くように言われ、今までの実績などを信頼しない者を上司にいつもがっかりせさ,されます。大した職業もないので、フルコミックの MA 仲介に転職しようと考えてますが、いかがでしょうかえっと、まあ、あの、その転職先がどれぐらい給料をもらえるのかっていうのを調べて、今より上がるんだったらいいんじゃないですか 結局その行ってみないと分かんないっていうのがあるんですけど、ただ少なくともあの、そのなんかこれぐらいの給料になるよっていうところは保証されてるので、ただ行ってみてそっちの行ったところにもあのクソ上司がいる可能性あるんですけど、ただまあ少なくとも給料に関しては満足していけると思います。 え、看護師5年目、転職2回している30歳です。看護師が嫌になりました。貯金なしです。高卒スキルなし30歳が在宅ワークできる仕事を目指す手段として2つ考えています、えー。仕事を辞めて定常活動にとしむ副業で小さく始め、リスクを取らないけど仕事がなせないのでしょうか。えっ、ー、と、まあ、あのー、副業で何か、その、自分ができることがあればいいんですけど、 ただその看護師さんの仕事ってその割と病院に寄ったりするらしいのでなのであのそこの病院が向いてないだけで他の病院行ったら別に気楽にできますみたいなパターンもあったりするのでなのであのその下手にそのスキルがないその副業みたいなのを頑張るぐらいだったら自分の相性がいい病院を探した方が効率いいんじゃないかなと思いますけども。 今36歳でブラックなフォーファンド会社に勤めてます。独学で HML でサイトを作り、PHP でデータベース連携し、掲示板を実装するところまで来ました。IT 業界への憧れと今同棲している彼女がおそらく妊娠したので、これからの実践を考えています。うつ病の診断書を出し、休職中に転職活動をし、決まれば給料が安くても頑張っていくこうと思います。もし決まらなければ復職して働くしかないだろうと思ってます。この考え甘いと思いますかえっと、ファンドであればそれなりに給料高いっていうことなのかな であればえで、えーと、まだうつ病の診断書も出してないってことなんですよね。で、えー、とただすうんそのあの、未経験でなんとなく HTML とか PHP とかできますっていうだけで、36歳であの、要はエンジニア的な仕事を振られるかというと、まず振られないと思うんですよね。せいぜいできて営業だと思うんですよ。 なので、その、結局、某ファンド会社でも営業やってると思うんですけど、なので IT 系に行っても営業やるだけなので、なので給料が高いかどうかっていうところで判断した方がいいんじゃないかなと思います。